いやーお前ら、久しぶりに動画を撮ってみた。バトル動画で撮ってみたっていうか、今から撮ろうと思うんだけど、カップ戦10月はブラザーブレード杯。こいつもそんないらねえんだよな、レオンハルトって。でまあバトルコインとかもらえるしいいかなと思って、とりあえず、あとは称号がさ、まだカリスマなんだよ。そろそろさスーパースターとかさ、レジェンドとかさ狙いたいんだよ。でなきゃでデッキを作った、いろいろフルカスか乱入にしようかなと思ってんだけど、まあこのデッキが一番まあ無難かなって思ったデッキ、 S さんだけど回しやすい B1 だから。でこれは右上のロスカを本当は延期に変えたいんだけど、延期がね思ったより勝てねえんだよ。でまだスキル上がりきってねえから、とりあえずロスカにしてるけど、最終的にこのロスカは延期になるよって。延期ね、まあどうかなと思う。はい。でこれは若干アズマリアっぽい編成の乱流をね、まあ多めで、これもね何とも言えないってことで、とりあえずはこれでやろうと思う。なんでコストが上がってロルプネを入れてるかっていうと、単純に好みだ、強いから吸収できるし、こいつのコンボスキルで攻撃力上がるし、ウィンウィンじゃねえかみたいな。使い方違うな、ウィンウィンの。まあいいや、やってこう。で本当はね1戦目からやろうと思って動画撮ってたんだけど、この1勝2勝3勝の分の動画がなんかね音声が入ってなかったり、なんか通知来てたはずなのに通知が来たりとかで、変な通知がね、でうまいこと撮れてなかったわけさ。だからちょっとね何回か回しちゃったけど、まあ許してくれよ。とりあえず S3 でいこう。あれこれでね、あれアゲハをさ違うのに変えた方がいいかなと思った。アゲハね、まあ強いんだけど、割とみんなアゲハ入ってないと思って普通にアゲハを踏んでくるんだよ。だからいいと思うんだけど、どうだろうな。とりあえずさ、かなり強いデッキを作りたいわけさ。何回か回さなくちゃいけないんだ、どのデッキが強いかなって吟味しながらさ。先行来たよ。まあフルカスですね、先行はもちろん。でこの前回のカップ戦のシャドウマンバッチしてスキルマにしたから、共食いさせて。こいつもまあ B5 の枠って考えれば悪くないんだよな。次はねアギハをこう。これは多分置いたと思ってなくて踏むかもしれないな。罠怖くなって。ああ、そっち行くか。まああるんだから行かなくちゃいけないよ。まあ、こっちだな。ただこれすると危ないな。どこ置く？いいね。どうしようかな。これはこいつだな。こんなんならさ、ティターニア置いてもよかったわ。ああ、ティターニアね、なんか普通に、あの、超ゴマさ、出なかったんだけど、ほんであの、動画内で。なんか、動画外でさ、適当に引いたら出たんだよ、ティターニア。申し訳ないな。出るとは思わなかった。まあ、ティターニアぐらいかな、出たの。動画外で出ちゃったの。あとは、吉野とかあの辺は動画で入って出てたし、そんなもんじゃないかな。ティターニアとそんだけかな。そうだな、ロスカも確か動画内で出てたし。猿嫌だなお前。
っていいのかな。嫌だなこれ、これ嫌だな。次どうにかしないと死ぬぞ。ここが正念場だ。こいつあんま強くなかったな。もう一戦やろう。なんかこの一戦だけじゃあんまり強さが伝わんない気がする。強さ、おーノー。まあ終わったね。今度終わりだろう。あれ置けない。はい、終わり。あー、なんとも言えない、なんとも言えないよ。ということだ。もう一戦やろう、やっぱりな。ゴールドの人間ね。でなければもう一戦やりましょう。今の状態じゃ不完全燃焼なんで。うん、そうだよな、回さないとな。結局強いやつと当たりたい、どうせなら。もっとね、ゴールドとかじゃなくてダイヤモンドのちゃんともうガチでデッキ編成しだすと戦いたいじゃないと本番の参考になんないからさ。はぁ、待てよ。また乱入王かよ。高校でもいいよ別に。うん、高校でどんなもんいけるか確かめるためにね。いいね、軟体。まだばっかじゃんかよ。これ痛いんだよ。初手で罠を置かれると。で、どの罠なんだ。はい、残念。どうだろう、今だけアゲハ置いてるやついんのかな、入れてるやつ。いるよな。うー、どうだろうこの罠。630ぐらいか。今日の爆弾は一味違いますわよ。爆発は芸術ですわ。このマナ怖えな。フルカス投げないと負けるからもそのうち。いつかは割らなくちゃいけないんだけど、怖えな。マジかよ。ちょっと待て。オッケー。ああ。まあいいや、こいつで罠発動するならまだいいか。シャローまで2000だから。嫌だな。でも相手も変な打ち方したぞこれで。また罠。ではでは張り切っていきましょう。痛い。でもこれ右の罠違うんだな。まだ打つわ。なんだあの罠。あれか、イベットとかか。イベットじゃなくてトゥーミエとかか。あー、わかんない、わかんないよ。で痛いね、それも痛い。トゥーミエかな。トゥーミエだったら怖いんだけど。これさ、ブランジェットまで持たないと思うんだよな。一枚返ししたしんじゃないかな、ワンちゃん。わかんねえな。オルプネ二枚返しなら大丈夫っていうのがわかってるから。そうそう、一枚返しで仮にあれがトゥーミーだったら死ぬからさ。あー大丈夫か、これどんなもん食らう。2400か。大丈夫だな、耐えれる。辛いです。
うわ、痛かった。頭を使いましょうか。ちょっと焦ったけど、情熱的な、うわービビった、本当に食らった。まあ勝てるね。まあいいんじゃないかな。まあ1ヶ月あるからまだちょっとデッキをさ、いろいろ吟味してやっていこうと思うけど、まあ S さんでも普通に勝てるね。まあ2000勝してるやつだし、そこそこまあ良かったんじゃないかな。あ、難しいな。まあいい、とりあえずね、またちょっとデッキがさ、いい感じにできたら動画撮ろうと思うから、よろしく。じゃあなー。